中尾に、ランチに行ってまいりました。まあ、京都円町なんですが、まあ、全国同じだとどこでも同じだと思います。で、黒毛和牛ローストビーフ重というのがちょっと気になってたんですが、まあ、ちょっとお腹そんなにあれだったんでミニを640円で行ってみましたが、これでございます。出てまいりました。ローストビーフ薄いのが 1,2,3,4,5 枚ついてます。まあ、ミニとはいえ640円ですからね。しかも黒毛和牛ですから、まあそういうことなんだと思います。いや、しかし薄いですね。よくぞこんなに、薄く切らはったなと。下は、オニオンが入っております。で、普通のいわゆるあのローストビーフを買うとついてくるようなタレがついてるんですが、それとわさびがついてるんですけど、まずそれでいきました。あー、なるほど。まあまあ、いわゆるローストビーフですね。で、わさびを入れて、もう一度これでチャレンジしてみましたが、わさびいるかな。なんか洋わさびとかだといいかもしれないですが、わさびかなと思いまして、一応醤油でも食べてみたんですが、いや、やっぱりローストビーフのタレの方がまあいいかなという感じでございます。と試しているうちにもうあと残り3枚ぐらいになりまして、やっぱり食べるんだったらもうミニじゃない方がいいかもしれませんね。でも、もう正直ちょっと黒毛和牛でなくていいから、もうちょっと量を増やしてほしいというのが正直なところでございました。それではまた明日です。ありがとうございます。